はい DIG です。えー、っと今日はですねセラム XFAR レコーズのソフト申請セ,セラムをついに買ってしまいましたということです。でえー、っとねちょっと僕的にこのセラムは乗り遅れた感が、えー、っとあってですね実はあのー、まあ基本僕このここ見てもらえばわかるんですけどもうネイティブ中なんですよね。もうネイティブインス ネイティブインストゥルメンツ信者と言,われ言っても過言ではないぐらい、えっ、ー、と、まあネイティブは好きなんですけど、で、まあなんとなく、こうマッシブ、シンセですよね。シンセ、マッシブとセラムでまああの、なんていうんですか、二大シン、ソフトシンまああとあの、スパイアとかなんかいろいろあったりするんですけど、えっ、ー、と、まあちょっとなんとなくそれで、セラムはちょっと敬遠してた部分もあったりですね。 あと、まあ、その乗り遅れたっていうのが、えー、っと、一番大きいかもしれないんですけど、それと、あと、あれかな。あの、マッシブ10ってね、今あの、ネイティブの、そのマッシブの次ですよね。マッシブ2みたいなもんの申請が今開発されてて、当初ね、2月に出る予定だったんですよね。で、それ出てから、ちょっとそれがしょぼかったら、もうセラム買おうかなと思ったりもしてたんですけど、それがね、実は6月、 ににもう延期とかになったりしてるっていうのもあったりですね、あとこの前、これですね、このクトゥルフ、これを、まああのー、DTM コミュニティのランディさんって方が、まあえー、とおすすめしてて、で、確かにこれすごくいいんですよね。で、完全にそのプレイヤー目線で作ってる感じっていうのも言われてて、あまあ、確かにそうだなと。 いうところででねなんかこの x r レコーズって僕今まで全然あの買ってなかったんですけどこれやったのその、まあ、要はその開発姿勢ですよねにすごくなんかえっと共感を受けたというかあすごいなと思ってでやっぱセラムもあのそういう意味ではいいんだろうなと思いながらもまあ ちょっとシンセも結構いっぱいいろいろあるんでその6月の、まあ、マッシブが出てからまた考えようと思ってたんですがこれねつい最近えー、っとアップデートしたんですよねえー、っと1.23とかかななんかでなんかフィルターが追加されたよとかっていうのとかまあちょっとその辺は僕よくわかんないんですけどそのもともと使ってなかったんで だからまあ単純にフィルターの数が多分増えてるんでしょうねでな,なぜかっていうとなぜまあ、そ,そ,そんなん分からない中でもなぜそれを買ったかっていうとこのねプリセットを合成できるっていうね <laughs> その恐ろしい機能を搭載したということでえ何それと確かにそのプリセットを合成する っていう発想って今までなかったよなと思って。いや、わかんないですよ。わかんない。もしかしたら他のあのー、ソフト申請でもあるのかもしれないですけど、僕の知らな、知る限りでは、えっ、ー、と、プラグインコレクターと自称するぐらいの僕でも知らなかったというところなんです、そんな一般的ではないと思うんですよね。で、あのー、オムニスフィアだっけあのー、あれ、えっ、ー、と、なんだっけもう出てこない。<laughs> えっとね、 このうーんシンソジーじゃないスペクトラトソニックスかのオムニスフィアはなんかねアホみたいにプリセットあってでそれはなんか似たようなプリセットを探せるとかっていう機能はあるんですよねただそれもね多分合成できなかったと思うんですよねプリセット自体でそれがプリセット合成されるっていうのを搭載したとかハイブリッダイズとかっていうんですかね でうわ何それやと思って、でとあとこのセラムってセールしないんで、もう使ってもいいかなって思ってたところがあって、ちょっとそれを試してみたいなと思って、えー、買っちゃったってところですね。はいで 実際ね、ちょっと試してみたんですよ。そしたらね、まあ、そんなに大した <laughs> 機能でもないなっていうところでもあるんですけど、ちょっとそれね、えー、っと、ちょっとやってみよう。これもね、あのー、英語しかないんで、あのー、解説、今のところ。で、まあ、ブログとかでは解説されてない、YouTube 上に多分ないと思うんで、AK49 の英語力の僕が、えー、っと、その、英語の動画を見て、 使い方がなんとなく分かったっていうのをちょっと解説したいと思いますね。でまずこれね、そのそもそもえー、っとまあちょっとこんなこんなループなんですけど、まあこれたまたまあのプリセットをこう見てたらえー、っとあなんかこのあこんな感じのリードまあまあいいかなと思ってやっ 出たらなんかねプリセットプリセット名とか僕ほとんど見ないんですけどたまたま見たらなんかねハローキティって書いてあったハローキティって書いてあったんで, <laughs> あたんであまあじゃあこれでいいかというのでえー、っとハローキティっていうプリセットで、えー、いきますねでこれがまず元のプリセットですよねでえー、っとねちょっとこれは消してじゃあこのロジックで同じのを複製して右、えー、ートを複製しますよねで まあこっちはちょっとミュートしといて、こっちのセラムを開いて、で、えー、っと、このハローキティですよね。で、まあ、プリセットのところ、ここで、これ選んどいて、ここ、こいつですよね。そしたらね、ここにハイブリッダイズフロムビジブルリスト、ハイブリッダイズ フェイバリングセレクテッドプリセットとかあるんですけど、これね、ちょっとね、近いよく <laughs>、こうはよくわかんないです。ちょっとこれからまた見ますけど、とにかくこれでね、えっと合成してくれるんですよ。で、このフロムビジブルリストでやると、こう、なんか足されてるのかよくわかんない。 フェーバリングセレクテこれとかもなんかハローキープラスハローキープラスハローキープラスこれなんて書いてあるんだろうシチェまあよくわかんないよくわかんないですけどなんかまあ要はそれで足されてるっていうことですよね。なんでまあこれ。 ちょっとこれうるさいなまあこのあいなんかこんなんいいですよね。まあ要は狙ったその何ていうんですかえっ、ー、と狙ったこれとこれっていうのが足せるわけじゃなさそうなんですよね今のところなんですけどまあまあえっ、ー、とーそういうのももしかしたら 出てくるかもししれないですし、えーっと,ね、とにかく、まあ、狙ったのができないんでランダムでババッとこんな感じでまあなんとなくうんなんか合成されてんのかなって感じですよね。なんでまあまあえー、っと僕は結構。 こうね、そのランダム性っていうのも、えー、とー使うんですよね。まあ、出たとこ勝負的な、えー、トラックの音色の選択の仕方とかもしたりするんで、まあまあ、使う道はあるかもしんないなっていうところと、なんか面白い音がね、あのー、パッと出きてきたらいいかなっていうのと、まあ、これだから、どうなんですかね、これから進化していくかどうか分かんないですけど、 まあ1つの考え方として、無限無限にその生み出せるプリセットがあれちょっとしたプリセットがあれば、もうそれがね、えー、とかける100あったらそれが100通,り100通りあるってことですかね。とにかく今のプリセットが全部組み合わされていくわけなんで、相当なんかプリセット屋さんも <laughs>。 あまあでもあれか狙った狙ったね音色が出てくる方が、まあ、パッパッとしてえー、っと素早く曲作りっていうのできるかもしれないですけどまあこうやってねこのこれでも全然いいっすよねこれ,これはこれでまあいいんすけどこういう音色でも全然いけると思うんでまあそういう使い方もできるかなというところ ですかねなんで、まあ、えっ、ー、と、ちょっとこれからセラム、僕も使っていきたいなと思っせっかく買ったんで、まあ、使っていく、いきたいなとは思いますけど、とりあえずちょっと面白いなと思った機能があったんで、えっ、ー、と、動画にしてみました。はい、今日は以上です。そのとこです。